絶好調っす。今日は俺の日になるんじゃないかな。最高ニュータッカー、いい試合にしたいなって思いが強いですね。見た人がこううなるような試合というか。全部変わりましたよ、もう今回は。どっちが強いか早く確かめたいなって思います。すごくなんか盛り上がりを感じてるので、今回勝ちたい気持ちは強いですね。はい、いよいよ因縁のリマッチ、斉藤豊朝倉未来2です。今から405日前、手が上がったのは斉藤豊でした。さあ、連敗は許されません。朝倉未来、いよいよリマッチ、宿命の対決が幕を開けます。いつも通り盛り上げるだけですよ。打撃戦でしょう。もう面白い試合になると思うんですので。ライジンの大晦日に37歳の危険な劇薬ルーキーが投入されます。サイコパス感というか。ああ、こちらはもうダメだ、止まらない、行っちゃってるとこあるじゃないですか。それ言ったら君もやねって話ですけどね。鹿の KO が晴れの舞台、大臣大晦日へ。表に出せないヤバい二人の大臣フェザー級対決。決まりまくった二人、先にスーッと中央を取ったのが萩原恭平です。そして右足前のサウスポーの構えが鈴木博明です。問題ない問題ない、あなたのスタイルじゃ。何でもジャンプをリードのジャンプを聞いています。身長差がありますね。当然リーチも長いのが萩原の方です。左一つ入れました鈴木。リードのジャンプ、ハイキック行くか、寝技、ここで第1ラウンド終了。リーチ差で言ったら別に苦にならないかなと思ったんですけど、まあちょっとやっぱ MMA で少しいつもより遠かったんで、それがちょっとうまくいかなかったかなっていう。あるやろ、ガードしながらインゴを放ちました。鈴木ザからのバックブロー。ディフェンスの硬さにこっちもちょっと固まってもうた。そうです、確かにアップガード結構硬かったですね。ガードが硬くて、その攻めあぐねてしまったというか、ちょっとうまいこといかんかったなってのがありましたね。それやな、左、しかしここで初めて刺していきました。りました、グラウンドの展開、さあ上になった、ここですね、一回変わりましたね。一回ハーフで押さえろ、一回ハーフで押さえろ。ここから肘とかあるかもしれないですね。肘ハンマーですね。残虐な試合って言ってましたもんね。僕上になってる時はその肘だったりとか、そこから攻撃をしていくつもりだったんですけど、鈴木選手がその自分が僕が殴れないようなそのとこを抑えたりとか、ちょっとそういうのがうまかったんで、結構その組に集中しちゃったというか。顔面止められない、ここ立ちたいです、ね、膝、ナイスプレー、踏みつけです、顔面狙ってきた、踏みつけ、もう一つ行く、飛んだ、ここは鈴木立ち上がる、一瞬のパンチで倒せる、前に蹴るしかない、終わった。ジャッジ片岡、赤、オンクラシです。フルマーク3対0で萩原恭平が2021年の大晦日勝利で締めくくりました。はぁ、これでまだ課題が見つかった。ほんまっすね、まだまだ強くなるよ。くそー、俺は今度から打てるポジションを教える、はい、打ち方を教えるからって、はい、こうやって上でも殴って、倒しても殴って、倒れても殴って、どっからでも殴れるストライクを目指して。いやまだまだっすね。大晦日は組むな、君は。いいじゃん、ちょっと動けないな、緊張したの、いいじゃん、すごい試合したね。
先生頼むね。もっと練習を、私これから約束したいから、もっと助けてるから、もっと手伝ってから。発展途上のグリーンボーイなんで、うん、まだまだ登っていくしかないですよねっていう。なんかくじけてる暇なんか今僕にはないし、チャレンジして結果出しに行くっていう、それだけですね。がむしゃらに前に出るのが自分の持ち味、ファイトスタイル。それを突き通す試合をします。新規1点ミスがスタートライン、武田浩二。自分自身の極真空手が総合格闘技ルールでどれだけ食らいついていけるのか。ブラックパンサーベリーノー。はい、この距離なんですよね、はい、武田選手は もう一歩前に出たいんですよね。僕の独特の距離感でジャブがポンポン何発か当たってたんですけど、あ、すごい当たる、いけるかなと思ったんですけど、宮瀬先生からちょっと当たったからってこう絶対行かなくていいからって言われてたんで、はい、今回はもう組に徹する MMA をやってやろうと思ってたんで、そこはそこでこう肩にはまってよかったかなと思います、はい、ね、ただこのクラッチは切れないですよ、高田選手は。後ろ取って、ヘラクレスジャーマン。それでダメージとかはなかったんですけど、なんか宙待ってるなみたいな、まあ、投げられましたね。おっす。ぶん投げることはぶん投げてやろうと思ってたんで、まあ、3、4発ぐらい投げれればいいかなと。そこはちょっと狙ってやったっていう感じですね。はい、さあ第2ラウンドが今始まりました。さあ第1ラウンドは防戦一方だったベイノワ2っていう、そういう意識が高いんだと思います。カウンター、さあ右カウンター入った。右がカツンと当たった感触ありましたね。オス、ライズのチャンピオンなんで、ベイノワ選手は打撃もめちゃくちゃ強かったし、フラッシュダウンみたいな感じなのかな。ベイノワ選手、ベイノワの一発、また組み付いていきました。武田、今のうまいですね。武田選手後者であります。この、はい、クラッチの位置でここで持ち上げて、また投げていく。おそらくそのあたり、あ、ジュースだ。取って入った、伸びた、これは、あ、しかし体勢いくといいのは、あ、もう、ボン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 、あ、止めた、ジュースで決めた武田浩二。これが武田浩二のリスタート。楽なんていうの、しょうがない、出し切ったし、大丈夫です、大丈夫です、押す、大丈夫です、押す。これがトップなんだなっていうのを身に染めて、トップの高さを感じたと同時に勉強になりましたね。押す。埼玉スーパーアリーナも初めてだったので、夢舞台でしたね。やはり夢舞台でしたっていうところで終わりみたいなんですけど、まあ、絶対またこの舞台に戻ってきたいと思います、はい、来年絶対戻ってきます。押す。一発もらってちょっと倒れちゃった。あれすごい効きました。武田は効くなんか珍しい。一本で勝ち切ることができて、素直にホッとしてる部分はありますね。タイトルマッチに近づけるように、もっともっとこう勝ち星を積んで上に行きたいなって思いました。バンタム級トーナメントリザーブマッチ、そこにわずかでも可能性がある限り、己の全てをかけて勝負に出ます。そのしのぎ合いですね。しのぎ合いです。おう、印象通り打撃が強くて、やっぱ圧力あって、踏み込んでいくのが金太郎です。一発ちょっともらったりもしたんで、不用意にもらうと危ないなっていうのを感じました。前蹴りです。問題は前蹴り。足をかけて、足をかけて、あー今のうまかったですね。腕から抜く、下からボテ、足かけていくか。右のパウンド、あ、そして離れました。スタンドに戻します。ダメージ的には全然なかったんで、試合中はいい感じに進めてると思ってたんですけど、前に踏み込んでいきます。お手は前に出てくる、手数、あ、ここは前蹴りに一旦崩して、そして組の展開です。テイクダウン取って、まあ、ポジション取れたのがことかなと思います。これでバックを取りました。そ
その右の前蹴りか、左のオーバーパンチ、残り10秒切っている、ただ時間がない、飛び膝、ロープに詰めて、打撃を繰り出す、ここで試合終了です。赤元矢、ジャックトルが赤元矢、よって勝者、元矢、3人とも元矢を支持しました、判定3対0、勝ったのは元矢優輝。体力残しすぎた。何もされた？何もされてない。何もされてないよ。そう。今ちょっとどこで負けたかちょっとあんまり分かってないです。負けてるっていうのを分かってなかったというか、周りから見た時の噛み合わせが違うかったんかなっていう。足痛い。ねえ。自分の足が痛い。まだまだ力不足なんで。少しずつ力つけてってまた上野選手やっつけていきたいと思います。朝倉未来にとっては連敗は許されません。斉藤豊が返り討ちにして朝倉未来の神話を終わらせるのか、それとも朝倉未来が復讐リベンジを果たすのか、いよいよゴングです。負けて終われなくなった、負けて分かった格闘技、蹴りをつけなきゃ始まらねえ、復讐する者朝倉未来。今回は暴れてやろうと思ってたんで、外見からちょっとお祭りだし変えようかなっていう、格闘人生かかってたんで。北風と太陽、この相入れない2人が405日ぶりにクロスする、ラ・ト・極の回転、その完成形を見せる総合格闘家斉藤豊。会場の雰囲気いいよって思って、そうそうしてるみんながすごい緊張感を感じましたね。朝倉未来ストーリーは終わりを告げるのか。ここは埼玉スーパーアリーナ、大晦日の夜。あれから405日です。前回の試合もそんなに差はないというか、審判団が全員3対0で足につけてた、その理由を探したんですよね。ダメージは俺の方が取ってたと思うんだけど、圧をかけられてる状態が長かったか、カウンター向きすぎて。だから今度は自分から圧をかけるってことですよね。まず朝倉選手の攻撃が当たる距離と僕の攻撃が当たる距離っていうのをまず探った上で、自分の攻撃だけが当たる距離っていうのを早めに見つけたいなと思って。同じカードの表裏なのかもしれません。中央を取ったのが朝倉未来です。右足前のカバーです。背中見えているのが斉藤豊。ちょっと外を取ってるんですよね。一歩前後の動きが早い分幅広いんで、サイドキックは入れていこうかなって。こういうあれでしたね、関節蹴り。こういうのも見せながら攻め方を探してたのかなっていう。さあ来た、できたか、ここで倒しきるか。これ絶対やってくると思ってましたね。右ストレート打ちながらタックル、入り方良かったですね。これ自分のコーナーに持っていって、石渡さんのアドバイスを。近くなってきたら B だぞ。石渡さんって ABCD ぐらいまで考えてたんで、ただ ABCD の中は言わない方がいいと思うんですけど、彼の動き方だったり反応だったり見ながら、これ合うんじゃないかっていうのを言ってもらう。悪い方の膝をやっぱ狙ってますよ。これ外側を蹴られたらやばかったですね。外側だったんで痛いとはいう話は入ってましたけど、まあ、これを打ちながらこう反応を見てどのぐらいの目使えるのかなっていうのは確認してなかったんですけどね。残り時間1分、残り時間1分、インローキックです。早いな。両膝へのこうプレッシャーの蹴りです、うん、はい、左ハイキック、鼻先かすめた、インローキック。おこれは聞きましたね、さすがに。裏筋に当たったんでね。裏筋、はい。小坂さん、はい、まあ、前回のタイムトリは一つ入りました。左引っ掛けてくるような感じです。松野小夢君と練習した時、朝倉選手に似てる松野君が似てるところがあるので、スパーで左は当たるな、左フック当たるなっていうふうには、あ、やっぱり当たったなっていう、当たるイメージはできてましたね。フックに頼ってるところがあったんで、フックを気をつけながら どういう風に入り込むかっていうのを、まあ、練習してましたけど、時間かけましたけど、ちょっと時間的に難しいかな。10秒切っています。この距離になるともうやっぱ組みついてきますもんね。だからあんまり近い距離の打撃は得意じゃないですよ。遠い距離上手いですけど。早くも第1ラウンド終わりました。一瞬でしたね、1ラウンド。一瞬だった。石渡さんはあの一
つ見つけたなっていうのは一応インターバルの時に言われましたね。やつはこれができないっていうので、自分もそうだなと思ったんで、まあイーブンかなと思ったんですけど、2ラウンド目からもうちょっと上げないといけないなっていうのは思いました。はい、5分3ラウンド制、その第2ラウンドが始まりました。リミットが 66kg です。ライジンフェザー級の戦いです。1ラウンド取られたって向こうが思ったのか、ちょっとずつ距離を詰めてきたような、遠い距離からワンツーで入ってくること多かったので、そこに合わせてのカウンターの腹の膝、タックル入りづらくなるでしょうね。これは大丈夫ですよね。胸あたりじゃないかな、多分。まあ、もう一つ差し上げられそうだったんで、首と同時に走っていくっていう。僕も多分体勢ちょっと崩してるんですよね、この時。ほら、本当はもっとこう相手に密着してドンっていけばそのまま抑え込みいけるんですけど、これ僕がずっとパウンド入れてるんで、どっちが取ってってないのかなと思ってましたけど、もう少し自分でいろいろ展開作りたかったですけどね。こうなった時にテイクダウンして、トップキープまでいけたらよかったな。飛んで左のボディを打ったんで、その前に左フックかぶせる。左フックもらった時に、俺斉藤選手のパンチで倒れることはないなと思いました。これは手応えありましたね。僕右にちょっと入ってるん で顔も左向いて避けてるじゃないですか。相打ちなんですよね、これ。コンマ何秒自分のが先に強くもらってるはず、これ覚えてないですよね。タフっすよね、マジで。普通なら倒れたんですよ。腕の腕力すごいんですよ、斉藤選手は。しがみつく力がすごいなっていう。気づいたら血出てて、気づいたら下になってたみたいなのだったんで。さあ、会場が揺れている。神の声が入ってきたんです。斉藤帰ってこい。斉藤帰ってこい。ちょっと目が覚めたような感じ。うわー、面白い。動いた第2ラウンドでした。決めれるなら決めに行きたいなっていうのはありましたけど、まあ2ラウンド終わった時点で勝てるなと思いました。正直この選手はもう俺の方が強いなと思いました。3ラウンド勝負しようですね、まあ、やっぱ2ラウンド取られてるんで、これいかねえと勝てないかな。さあ最終の第3ラウンドが始まりました。打ち合いに行くかどうか、打ち上げてくる。これは練習で何人も倒れてるんですよ、これで。相当タフだなと思って。やっぱり2ラウンドのあれが残ってるんじゃないですか、多分。僕は聞いた感じはしないんですけど、随所で多分そういうのが出ているのかな。3ラウンドで踏ん張れなかったりとか、血もひどくて、なんかよく覚えてないですね、この辺も。こっから斉藤集中だ。斉藤選手もダメージないんですかね。来た、いいところでやりました。ニータップ返しですか。あれはもうやってやりましたよ。萩原戦のおかげっちゃおかげですよね。少しずつオールラウンダーになりつつあるというか。斉藤の顔が腫れてきています。出血もあります。テイクダウン、シングルレッグのタックル。結構いいタイミングで組みついてんな。今足が効いてないな。いつもだとここからこうガーッと走っていくんですけど、やっぱ足がついてこない。この辺でも決めようかなと思いました。 KO しようって。相手すごい疲れてたから。ミクル選手は倒したいですね。倒したいでしょうね。来た、カウンター。斉藤の右、来た、うわー、やぶり潰した。いや、フィジカルカッテル、フィジカルカッテルは。なんとか入った。腹を捉えた。斉藤の口が開いている。うわー、膝が難しい。もう一つ膝。さあ、上から圧力をかける。残る時間が少ない。それは言わない方がいいと思います。もう一回あるから、多分短い期間で試合受けてくれてありがとうございましたみたいな感じと、なんかまたやりましょうみたいなことを言いました。勝ってまたやりましょうって すごいな。まあその一応一勝一敗だし、あとまあ一番思ったのはもう二度と負けないなと思いました、はっきり言って。あと朝倉予定勝者リベンジ達成。
この時はちょっとホッとしましたよね。さすがにやっぱ意外にプレッシャー多かったんだなっていう、解放されましたね。負けたら終わりでしたね。本当毎日悪夢見るぐらいいろんな重圧とかプレッシャーに耐えて、今日勝つことができたんで本当嬉しいです。絶対負けたくない、死んでも負けたくないっていう気持ちで戦ってました。斉藤くんも当てたんだよ。ああ、ね、これだけ落ちたからか。そうそう。あいつだし、やっぱ、当たってるかな。あれだけは。悔いは残りませんか、サムダ。悔いは残らないですね。もしコンマないと自分が早く当ててたらっていうのは、やっぱり終わってから言うべきじゃないかな。眼球は大丈夫そうなんですけど、あれがどこまでやるか。そうですね。頬骨が折れてて、で目の周り何箇所か折れてるような、整理するまで少し時間かかったかなと。腫れがすごかったんで頭も痛かったし、まあ、少しずつ試合いないよとか思い出しながらこう受け入れていったような感じですね。いわゆる意味のある試合だったと思うし、お互い負けれないから緊張感が出た。やっぱり朝倉選手やったから盛り上がるですね。たくさんの人見てもらって同じようなことをいっぱい言われますね。競技ってこんな面白いのみたいな、こんなにいいものだったのっていうのを言われるのは嬉しいですからね。悔しいは悔しいです。それは悔しいです。朝倉選手が結構そのフィジカルの上積みをこう積んできていて、随所で攻防でちょっと負けてしまったところも感じていて、もう一回そこから作り直してやり直そうと、これで終わりじゃないかなっていうところですね。徹底的にもう二度と格闘技をやらせないとかそういう気持ちは全くないんで、それは不良時代からそうですけどね。だから喧嘩した後に仲が良くなること多かったんで、もう純粋に戦いを楽しんでるっていうのと、優しい心を持ってるんで。やっぱ膝切りとかは膝切りましたね。まあ、長い人生を見た時になんかちょっと人生設計をしてみようかなと思って、でまあ、今年2022年は、まあ、一番頑張らないといけない年かなという、だから終わりが近いってことですよ僕の、はい、それはアスリートとしての終わりというか、はい、なんで後悔がないように、まあ、やっとかないといけないなっていう、もうとんでもないぐらい練習したんで、これで負けたならしょうがないかなって思うぐらいやったんで、いっぱいあると思います。その方が面白くないですか。複雑な気持ちです。僕は3回目あると思ってます、はい、そこまで勝ち続ける、お互い成長するっていう。斉藤選手がやりたいって言って、まあ、求められたら別に全然やってもいいですよって感じです。斉藤トレベル小池オリエー寝技天狗がフェザー級に舞い降ります。UK ロマン主義アンダークラウンドエンテラー男子フェザー級の王は牛久潤太郎です。こんなキャラクター集まってきて、こんなストーリーがある、今年は面白いですよ。ヘザー級もう一回チャンピオンベルト取り返したいなと思いますね。一旦は今預けてるって僕は思ってるので、クレベル選手です。それ以外やりたい相手いないですけど、逆に。 Hey guys! My name is ね、平本。平本はまあ、勝手に盛り上げてくれたら、広報担当ですよ彼は。実力担当じゃなくて、クレベル選手かベラトル対抗戦やりたいですね。フェザー斉藤選手、俺クレベル選手、3対3とかでなんかあっちと戦いたいですよね。 AJ マッキーピットブルでしょ、面白いですよね。負ける気しないですけどね俺は。どっちの方がモチベーション上がりますね俺。日本の代表になれるっていうのはちょっとまた違うモチベーションになりますよ。16人揃えてジャパングランプリっていうのもフェザーもありだと思ってる。外国勢が今年もいつからコンスタントにっていうか、あの入国できるかわからない中で、まあ、当然そのナンバーシリーズで言えばトーナメント、
男子もそうだし女子もこれから選手たちには提案をしようと思うけど、女子はスーパーアトム級でこれまでの因縁とかリマッチも含めて本当に最終的にそれで世代交代が起きるのか、選手もかける価値があるんじゃないかなと思って。外国勢がこれ呼び出ないんだったら、もうサトシにアメリカに行ってベラトルの堀口教授バージョンみたいな形で向こうのタイトルに挑ませると。直樹だね、直樹が出てきてくれたら面白いです。いろいろ契約上の問題とか、そういうものがきちっとクリアされることが大前提だけど、どうしますか。オファーしますね。ランドマークを本当に海外からやりたい。海外に行けば外国勢ってやれるわけですね。ベラトールにも協力してもらいながらやってみてもいいかなというのと、アゼルバイジャンという国からぜひうちでアゼルバイジャンで大会を開いてほしい。国ですか。国として。本当ですか。いや本当本当。ナイスー。2月23日ライジントリガーボリューム2、静岡のエコパアリーナで開催させていただきます。クレベル小池 VS 佐々木ウルカ。ずっとファンの対しでみんな待ってるとか、私もずっと待ってる。でもめっちゃ嬉しいです。みんな上がりましたね。ワクワクですね。差ないと思いますよ、言うほど。全然寝技は自分のまあ、チャンスいっぱいある。絶対間違いない。まあ、寝技で決められる気もしないんで、俺がちゃんと3ラウンドやったらもう普通に勝つんじゃないかなとは思ってますけど、はい。赤坊ポペガー、おーし。